あの人の現在。元プロ野球選手の福森和夫さん、東北楽天ゴールデンイーグルスでストッパーとして活躍していましたよね。福森和夫さんは現役引退後、プロ野球界から身を引き、都内で叔父の経営する携帯電話の販売・修理会社で取締役を務めていたそうです。コーチや解説者の道へは進まずに経営者の道を選んだということですね。叔父の会社で勉強した後は都内で害虫やネズミの駆除をする会社を経営していたということ。その仕事も順調だったそうですが、創立メンバーに社長の椅子を譲り、子育てのために地元の宮崎県に移住したということでした。宮崎に移住したのは2014年ということで、4年間は都内で経営者として働いていたということでしょう。宮崎では現在報道スタッフスポーツキャスターという肩書きでテレビ番組に出演しています。7年前から夕方の情報番組スーパーニュースにレギュラー出演しており、地元密着のキャスターとして頑張っているということ。体を張ってチャレンジしていくコーナーもあり、日々活動中ということですが、人気もあるのでしょうね。福森さんは今もスラッとした体型でイケメンですから、画面映りがいいと思います。スーパーニュースは毎日 20% 超えの高視聴率番組ということで、今後も安泰なのではないでしょうか。年契約ということですし、人気があれば継続して出演も続けていけるでしょう。他にも FM 宮崎で夏メロ番組バニーの夏歌内に、レギュラーコーナー福森和夫のテゲテゲスポーツも出演しているようです。また宮崎ベースボールアカデミーで少年野球のコーチもしていますね。宮崎移住は大成功で、仕事も子育ても順調ということですね。子供も大きくなり、長男は高校生、長女は中学生ということでした。そしてその長男大和くんは甲子園に出場しています。創成館高校で投手として甲子園の第5日目8月10日の対星稜高校戦に登板し、4回無失点の好投を見せてくれました。実況席でもなんとなくお父さんの投げっぷりに似てくるのかなと見てるんですが、と解説していました。 SNS 上でも、親父にやはりちょっと似てる、さすが引き継いだ容姿してる、と話題になっていましたね。父親の福森和夫さんは甲子園出場が叶いませんでしたが、息子の大和くんは甲子園で1勝ということで、父親超えでしょうか。福森和夫さんもアルプススタンドで応援していたそうですが、見てる方が緊張するとコメントしていました。今後大和くんがプロ野球に行くのかどうかも話題になりそうですね。最後までご覧いただきありがとうございました。